こんにちは。気になる男シリーズは、今回タカさんはですね、東京のディズニーランドから、まあ東京というか千葉ですよね。<laughs> あちらのディズニーランドの方からね、短い動画を送っていただきましたけども、実は東京ディズニーランドって YouTuber としてはすごくチャンスで、アクセスがすごく集まりやすいんですよ。東京ディズニーシー、東京ディズニーリゾート、こんな感じでキーワードを放り込むと、 非常に、ね、再生数の高いい動画ばかりが並んでいますつまりタカさんはチャンスの国にいるわけなんですよねでそれを家族でお楽しみになるこれも十分家族との関係を、ね、良好にするために必要なことだと思いますでも片方では YouTuber としておディズニーリゾートは取材だなとチャンスだな面白いなと感じれるようになったらもうどこに行ってもねお金を稼ぐようなものなんですよ 私も全国47都道府県オフ会っていうのをやりましたけども行く先行く先で旅費を稼いでいたような感じですよねもちろん自分の生活コストとか旅費のコストが全部稼げたわけではありませんけども少なくとも YouTuber っていうのは自分の行動やることなすこと失敗も込みで全てお金に変えることができるんでだからねどんな瞬間もねもう家族にはできない稼ぎ方ですよね家族はただお金を使って楽しむだけ、ね、くたびれるだけでも 私たち YouTube を味方につけているものとしては、行く先で家族と過ごすことすらもう報酬になるわけですよね。で、私は近所の公園に行くときでも必ず動画を撮るんですけども、やっぱり自分のね、子供の成長の記録として撮るわけですけども、アクセスがそこに取れるわけですよ。稼げるわけですよ。で、ね、場合によっては数千回とかね、数万回っていうのもありますね。で、私の場合はパパ活というタイトルでね、パパとしての活動を記録に残しました。みたいな。 世間で言う、なんかこの売春まがいのパパ活とは全然違うよ、みたいな。<laughs> そんな動画です。まあたまにね、自分でも見るんですけども、あ、これは残しておいてよかったな、と。家族の記録だな、みたいな感じです。昔はね、お父さんがこうやって、フィルムカメラでパチパチっと写真を撮って、で、自分だけ写ってないみたいなことがありましたけども、今でもまあ変わんないですよね。でも私としてはね、うん、YouTube に出まくってるんで、もう、言うことはないです。あとは家族の記録が撮れればな、っいうところですよね。はい。じゃあ、せっかくなんでね、 ディズニーリゾートにまつわる、まあ、いろんなね、不思議なあ、ジンクス。これを紐解いていきたいと思います。今回はですね、ディズニーランド、ディズニーシー、どちらでもいいんですけども、ディズニーリゾートにカップルで行くとね、なんで別れる人が出てくるのかってことなんですよ。これどうですかね単なる都市伝説じゃないですよ。これジンクスと言ってもいいぐらい、ディズニーリゾート、もしくはデートってのは人を試されるわけですよ。あの、ある意味ね、同性と似たようなところがあります。 そのデートっていうのはその2人以外は他者が存在しない空間なんですよ。ね、普段付き合いのある人とか自分の身内とかいません。ですんであの例えば学校とか職場で他の人がいる中で2人がいるっていう環境とは全く違うんですよ。本当に他人の中にたった2人で放り込まれますんで、まあ、男性も女性も自分のね本当進化が問われるんですよね。そ、まあ、その中で計らずも失敗してしてままう例がありますそれが、ありす。れ 結局、ディズニーランドにカップルで行くと、別れてしまうジンクスになっていくんですよね。じゃあ、いくつか私まとめましたんで、お話していきますけども、どうしてディズニーに行くと別れちゃうのかなってことですけども、あのディズニーって、待ち時間ってのがあるじゃないですか。待ち時間に会話が途切れちゃうんですよね。もしくは、会話を途切れさせまいとして、下手くそな会話をしちゃうんですよ。そこで、お互いのことが分かって、ああ、あんなるわけなんですよ。 こういうところでは弱いのね。面白くないよね。って印象がついちゃうわけですよね。もしくは男性は面白く、面白くリードしてるのに、女性の受け答えが下手ってことが分かっちゃうんですよ。こいつと一緒にいるとくたびれるなっていうふうになるわけですよね。うん。でもまあ、義務としてディズニーの楽しみ方、これは完了させるんだけども、そこが終わって、肌と現実世界に戻ると、いや、ディズニーも面白いはずだったんだけど、こいつ足手まといだったな、とかね。この人といても面白くないな。 だから別れましょうかっていうふうになりがちなんですよねだからいかに自分がディズニーで楽しめるかじゃなくてどのぐらい相手を喜ばしてあげることができるかっていうふうに切り替えていかない限りは自分主体のデートっていうのはやっぱりね壊れていくってことなんじゃないかなと思いますやっぱりこの夫婦生活とかも家族として暮らす時も同じですよ自分がどのぐらい皆さんのために家族の皆さんのためにできるかワン・ファー・オール・オール・フォー・ワンの精神がなければやっぱりね家族という そういったこうね、社会の最小単位ですか、うん、こういったユニットは活かせないんじゃないかなと思いますね。えー、そして、これはね、もう一つあるのは、ディズニーに行くと、そのパレードを見るのか、それともアトラクションなのか、これで、ね、意見が分かれることがあります。意見が分かれると、結局どっちかが折れてどっちかに付き合うんですけども、嫌な雰囲気そこからなるんですよ。 で、自分の意見が通った方ももうなんとなくねこれねわたかまるんですよ。うーん。だから事前にねよくね打ち合わせるとれいいですねその辺はざっくりとでも。パレードがどうしても見たいのかアトラクションがどうしてもやりたいのか私なんてのはディズニーに行っても何も乗らずに何も食べずにただベンチに座ったり歩いたりとかして本当に公園みたいに使うタイプなんですよ。だからそれでもいいという風な人じゃないとやっていけないですよね。 まあでもね、自分が惚れられていたら何をやっても壊れないんですけどねそれは逆も言えますけども、うん、あ次ですね、まあ、あの女の子はディズニー行く時に頑張っておしゃれをしていくんですよで結構ねディズニーをいっぱい楽しんでいくと疲れてくるんですよそこでですね言っちゃいけない男性の一言があります「あー疲れるよなんでそんな靴履いてきたの?」「動きやすい靴にしないとね もうなで私のからのコメントはつけないでおきましょうえ、そして次ですあの実はディズニーはね可愛いい女の子いっぱいいるんですよスタッフにもそれからゲストにもだから目移りするところが奥さんや彼女にバレてるんですよ、うん、だからね気持ちはわかるけども奥さんや彼女だけを見てあげてください 他人に惑わされてそれができなくなるってことはやっぱりねこの別れちゃうっていうジンクスにやっぱ花を添えることになりますんでねはいじゃあこのぐらいにしときましょうかまあディズニーのあれこれっていうのまだまだいっぱいありますけどもね、うん、あとね今回そうですねディズニートイレに鏡がないってのうのをご存知ですかねタカさんディズニーに行ってトイレに行くことがあったら鏡があるのかないのかこれについてレポートよろしくお願いしますそれでは 気になる男気にしてくださいディズニーランドということでございましたお疲れ様です